フランスを見てるからこそ、この屍、そんなやばいんだってなるの。すげえ。<laughs> さ、この一芸。え。もともと。にしても、今日グロい、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 僕立つっていうのがいいね。あ、いいね。<laughs> はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんで、リアクションやっていこうと思います。 今回見ていくのはスパイ教室第11話見ていこうと思います。はい。というわけで始まりましたスパイ教室ですね。えー、今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども今回で第11話ということで相変わらずグレーテの話が続いている中で今回もマナ娘ということでまだまだグレーテにまつわるお話みたいなものが続いていくのかなっていう中で、まあ、前回ついにこの不可能任務動き出しました。さあさあさあ攻撃してきたオリビアさんが敵なんじゃないかみたいなところでなんかバーナード氏が爆破されたりだとかまあ結構ウーベさん やばい状況になってるのでまあ、グレーでどういうふうに動いていくのかいろいろと注目したいと思いますので今回も楽しんでやっていきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタートさてさあバーナード氏が爆破してしまったこれ結構状況的にまずいうーん。 さて、バーナード氏がやばいなあ,あ,あもう一人を追いかけてるんああうん暗殺者になったり。 これもグレートだったのかあぁあぁあれも全部そうなのかわぁすごいあら <laughs> の任務地そうねなるほどなるほどここからだねじゃあ、はあ、ああそっちか あっちが最強ってことかお気づいてるええあこ,こっちがスイッチあえそんなこえ、んんいやいやいやちょっちょっとええだ 心中かえうんとあ伝言なるほどなるほど <laughs> そうね 信頼してるぞとちょっと一瞬テンパったわほんとにあの <laughs> 声だけ違ったからあっジョニー,シーあーそうだよね仲間だしああオッケーオッケー ちょっと声変わったのちょっとびっくりすぎてちょっとよく入ってこなかったわけなんですけれどもうん「屍」と「東本諸国」うんおええー おなるほど。 うわすごいなで連れ出すので訓練をするわけね。へえ うん。ああ。よく受け入れたね。めちゃくちゃ警戒しないすごいな。ああ。あーあー。 うわークラウスさんのことね。おーなるほど。 ライバルにななりうるなんかクラウスを見てるからこそこの屍そんなヤバいんだってなるなまあ一方的かもしんないけどでも警戒するくらいだもんねわあさて あークラウスが来るかもっていうのも匂わせてるわけだもんなさて右おこれはローランド おぉ盗んでるすげえ <laughs> さ、この一芸上リリ毒。ああ。いやもう。あうわえげつな 一撃必殺だなお弾はじくはえあっやばくねお、え、えいしあ死にましたさあ気づくたぶんたぶん これもグレーテの巻。うわお。すごい言い方。でも。多分。これすらも。そうか。解毒剤もあるわけだ。ああ。<laughs> 強いな。 あーオッケーオッケー誘導かにしても体張りすぎな気がするけどねそうなのんこれがどうだろうそうかでもこれがリリーか体質だもんね格闘が得意じゃない。 うわあ,あらなんかもう完全に恋恋を応援しているバーナード氏サラの手足であり友達だからなさあでも ある種トレースできるってなったらめちゃくちゃ8割でもトレースできればあ失敗したら。 あらあーこのために頑張るっていうなんかでもなんかもう。 父親に対する愛っていうのもあるし異性として男としても愛してるっていうのもあるからすごい強く感じるななんかあらさあさあさあうんまだ泳がせるまあでもそうだね同じだねでも う,うお見てからよける <laughs> うわもうなんか <laughs> うわ <laughs> 強いりさあもう実力的にはでもやっぱり経験もあるだろうしなあ,あ。

狙わせた <laughs> あ,あ何はざ あ,あす！緻密すぎるなでも、あ,あ、確かに、急にアザが出てきたもんね。 もともとなの？うわっ 来るいや想定通りこれもクラウスえでもしかもの、ね ああそっちかうわすわこうしてたのねなるほど 箱の中に…あ,あちょっとグロいあ,あいやーやっぱりそのレベルじゃないんだねあああ,あ届かない届かないあの強すぎるもうカットです相手にもなれませんカットしました まあでもお互いはでもう愛してたんだなってかにしても今日グロい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 箱の中に入ってる箱のな箱の中の屍ちょっとえー、スーツケースの中にえスーツケース ええーうん、ちょっとエスパー伊藤さんもさすがにスーツケースの中には入らなかったと思うんですけど。<laughs> 僕たちっていうのがいいね。あ、いいね僕たち。いやーでも、なるほどね。素顔がそこなのか。そうか、そうか。なんか、なー。 なんか、悔しいよね。この作品見てると。なんか単純なようなトリックにも見えるわけで。なんかさ、やっぱり気づく余地を残してるのがすごい悔しいな。なんかでも、こうなんじゃないか、こうなんじゃないかっていう。これもう二重にやってるんだね。でもマスクを常に。でも愛されるために色々と努力をしている。その努力に対して美しいと言ったわけで。そうか。 多分多分政治家的な問題もあったんだろうな。なんか政治家社会みたいなものもあるんだろうな。そういう結構男性社会だから、女は顔だみたいなそういうあれがあったからこそ、あざのあるグレーテは、あんまり愛されなかったんだろうな。なんかそこら辺も掘り下げて欲しかったな、僕、て死にには。でもなんかやっぱりクラウスに対しては、なんか男の人としても好きだし、なんかどっちかっていうと本当にマナ娘でありたいっていう、なんか、 娘として愛してほしいってのを求めてる感じがするな。なんか自分に欠けているものをなんか埋めてほしいってずっと思ってる雰囲気はある。あー。さて。箱の中に入ってしまった。箱入り息子と箱入り娘。<laughs> あ <laughs> なるほど。さすがリーダー。 おー感謝感謝 <laughs> バーナード氏も無事そうでよかったそうねめちゃくちゃ頑張ったよねほんとに一番スレスレなところで頑張ったんじゃない <laughs> グレーテがさあいいななんかでもこんだけ濃いとすごそうだな前が見えなそうだけど大丈夫かなうん ほらん。結論大丈夫トンチンカンのこと言わないよねクラウスさんうんほう男として 希薄なんだね。ああ、やっぱり。 本当には。 そうだよな。でも、隠すために頑張ってきたのもある。うわぁ。でもなんか本当に見えない努力家、なんだろうなぁ。なんか、すべてが報われた瞬間、だよね。うわぁ、グレーで。うわぁ、もう、マナ娘だね、本当に。もう、クラウスのマナ娘です。もう、親子です。 はい、というわけで見終わったわけなんですけれどもなんかもうなんかもう感情が高まってしまうなっていうかさこの作品はねちょっとずるいですねやっぱり結構一人一人の持っている過去っていうものが結構きつめなものがあったりするから。 もう何も言えなくなっちゃうんですよね。重い。なんか、うわーこの子たちも頑張ってきていろいろ辛かったのかなとか、なんか感情輸入がすごいしちゃう。うん。なんかね、心の柔らかい部分をこう、ぐっと刺激されてる感じが、すごいたまらないですね。 うん、なんかこの子たち全員報われてほしいっていうだから僕もやっぱり後方父親面みたいな感じで見ちゃうわけだよねグレーテなんかもそうじゃないですかグレーテってすごい優秀じゃない優秀だけど多分貴族の家に生まれたっていうのがもう本当にタイミングというか運が悪かったわけですよね多分他のやっぱり特に貴族の娘ってなったら多分やっぱり本当に良くないけどやっぱりこの時代の貴族だと色々とやっぱり政治家とのつながりに利用するような父親が多いだろうからそうなった時にやっぱり顔だったりだ とか愛嬌だったりっていうものが大切になってくるんだけどあの顔のあざのせいで「お前何で娘なのに」みたいななんかそういう扱いを受けたもう政治家の娘じゃないかのような扱いを受けてきたりとかして結構辛い思いをしてきたんだろうなっていうふうにも思うし。 やっぱりね、貴族じゃなければ、やっぱりあの技を持ってても、やっぱりその能力、持ち前のポテンシャルを生かして、いろいろと仕事をしたりだとか、幸せな道もあっただろうなっていうところ、やっぱりこういう修羅にね、少なくとも行かなくて済んだだろうなっていうふうにも思ったりするわけだけど、今はね、こうやって、頑張ってスパイをやって、やっぱりクラウスに認められて、美しいと言ってもらって、ありのままを褒められる。なんかもう、クラウスの前なら、必要以上にこう、取り繕う必要がないんだよ、みたいなことが明らかになったみたいな感じが、すごいたまらないですよね。 うんいやうまいななるほどなるほどいやでも悔しいなやっぱり気づけばわかるんですよね、うん、気づけばわかるっていうかなんかなんかね視聴者にも気づけるようになんか用意してるのがすごい悔しいなうん実はこうだったんじゃないかっていう考察の余地があるわけじゃないですかそうかそうか他の4人を連れて行ったいやマジで悔しいな これは全然あり得たよねだって優秀でもそうでもジビアとかも優秀だと思うけどまあほんとは最強の8人っていうことではあるんだろうけど。 あーいやでもうまくやったなっていう感じまあでももうほんとにねローランド屍は全く相手にならなかったですね正直やべえのかなって思ったけどやっぱり相手にならなかったのか悲しいあーいやーちょっと期待しちゃったほんとにクラウスをちょっとおちょくるというかなんかクラウスとちょっと近づく人間なのかなって思ったけどそんなことはなかったですねはいギードだっけやっぱりギードには及ばないっていう感じですねいやーやばいやばいやばいまあでも完全に箱の中に入って箱入り息子化してえ人なな 仲良くく箱の中っくりっていいうう感感じじででねもびりすよカルロス・ゴーもびっくりしてると思うスーツケースの中にカルロス・ゴーはなんだっけギターケースかなんかの中に入ってたんだっけあーびっくりびっくりっていう感じで、まあ、このまま捕まってしまうという形なんだろうけどなんかやっぱり愛されていたがゆえの好きっていうのはあったのかなっていうところではあるよなどうなんでしょうね愛されるために頑張ったグレーテの愛の価値なのかどうなのかっていうのは非常に気になるところではあるけれどもんでもいいなーなんか なんかいいよなグレーテのこのキャラ造形はずるいなでもなんか嫌いになる人なんかいないじゃん、こんな子。うん。もうもうもうみんなが父親になりたいと思ってる。いや、もうグレーテ。もうね、世の中、このスパイ教室を見ているオタクみんなが多分後方で父親面をして見てると思うんだよ。本当に。グレーテ、よく頑張ったねって。 多分グレーテはもう、多分グレーテはもうね、クラウスのことしか見てない。でも、その、グレーテの背中を見る広報父親面をしているオタク何人もいらっしゃるみたいな感じだったりすると思うんですけど。いや、いいですね。なんか人の柔らかい部分をつっついてくるな、この作品は。なかなかやばいなっていう感じで。まあ、次回どうなるかですね、屍との対決が描かれたりするのかな、どうなのかなっていうところでもあるし、なんかグレーテのね、グレーテエンドがないから、また共通エンドだったから、次回でやっとグレーテエンドがまとまっていくのか、なんかグレーテのソロのね、この、 エンンディングが見れるのかっていうところで非常ににに楽しみにしみていいいいきたいなというふうに思いますねうーんでもいいなグレーテの愛らしさっていうのはいいねなんか何なんだろうねリリーの愛嬌もめちゃめちゃ愛らしさなんだけどグレーテのこの奥ゆかしさもすごい愛らしさなんだよなさすがマナ娘分かってらっしゃる、うん、おたく全員のマナ娘であるグレーテをこれからも応援していこうと思いますはいというわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますのでなんかね僕が勘違いしている部分だったりなんか補足とかがいろいろとあればコメントでいただけたらなと思います以上スパイ教室 第11話でしたバイバイ